こんばんは、しがりこです。私の曲、ワンナイトがアップルミュージックのプレイリスト、初めての JETM のラストソングに選ばれました。私がアーティストとして今まで自分をどうキープしてきたか、アンチエンジング節約日を体験したことなどをこのチャンネルでお話ししたいと思います。皆さん、紫外線がだんだん強くなってきて、肌のくすみや毛穴の開き、シミに悩んでいませんか？今回は私が何度もお伝えしています、すごくね、肌がツヤツヤになって美肌効果が高かったリポソームビタミン C をご紹介します。皆さん、私ね、いつもこちらの動画でサプリメントをご紹介してますけど、本当にそれがいいものなのか常に検証して、いろんなものを試して、前にね、動画で紹介したサプリメントよりも美肌に効くものはあるんではないかと思ってずっと探しています。そこで今回はこの5種類から、こちらは日本製のリポソームビタミン C、 こちらはアイハブで売ってるアメリカの持続型ビタミン C、 これはねリポソームじゃないんですけど、こちらがメラコラ、こちらがドクタープラス、これがアメリカのコード H で、こちらの5種類で試してみました。で、一番ね、このリポソームビタミン C を1日、まあ、1000mg 取って、もう肌がツヤツヤになったのは、なんと、やっぱり、こちらのドクターメラコラのリポソームビタミン C です。これやっぱりめっちゃいいです。これもう何回も紹介してるんですけど、肌が45歳ですけど、ツヤツヤになります。これね、いろんなの試したんですけど、結局、ドクターメラコラに戻ってきました。これやっぱりね、ほんとすごくいいものなので、皆さんぜひ試してください。前は動画でアマゾンで180粒入りの2パックの大きいもの、量がね多いものをご紹介して、7000円か9000円ぐらいするのでみんなビビっちゃったと思うんですけど、アマゾンで1ヶ月分2538円で売ってるリンクを見つけましたので、そちらで試してみたいなと思う方がいらっしゃいましたらお試しください。私これステマではないですし、紹介したからって何もメリットないですけど、本当に肌ツヤが良くなって、もう美肌に効果てきめんなので、 Amazon で60粒2538円で 500mg でしたらちょっと少ないので、1日2錠、1日 1000mg ずつ取って試してみてください。1ヶ月2538円なので、もう高級化粧品を使うよりは、化粧品はそんなに高価なものじゃなくても、化粧品の価格ってほとんどが広告費らしいんですね。なので今良質で低価格なものでも広告費にお金をかけてないようないい化粧品もありますので、私がおすすめなものは基礎っていうものなんですけど、良質で広告費をかけてないような化粧品を使って、本当に効果が高いサプリメントを取って美肌に効くと思いますし、今私45歳ですけど、シワもなくて肌ツヤツヤです。なので皆さんもぜひ試してみてください。こちらのドクターメラコラのリポソームビタミン C、 本当ね、1日2錠でいいんですけど、リポソームビタミン C ってすごく体に吸収するんですね。ビタミン C の効果について詳しく動画にしていますので、知りたい方はそちらの動画を見てください。もうこれすごく美肌に効果があって、これを飲んだ次の日もってツヤツヤってなるので、マジ皆さん試してください。これマジおすすめです。皆さん、前回撮った動画で、メラノ CC のパックのことをお話ししてるんですけど、私のね、サムネが下手くそで、再生回数が全然取れてないんですけど、メラノ CC のパックもめちゃ良かったので、動画見てください。メラノ CC のパックを使って肌をツヤツヤにする方法も動画に書いていますので、チプラの化粧品で、すごくね、効果が高くて、肌がツヤツヤになったので、もちろんリポソームビタミン C とメラノ CC のパック、やばいです。ツヤツヤーツヤツヤーってなります。ぜひ試してみてください。では、今回の動画が良かったなと思いましたら、高評価ボタン、チャンネル登録、そしていつもコメント見てますので、よかったら書いてください。バイバーイ。